どういう人でしたこれ？さっきも見ました。いやめっちゃ頭いいですよこの人。頭いい。いやスーパーテーマいいです。へえ。やばいですよこの人。おお。そし単な変な人じゃないんですね。いやもうはい。あのずっとぶっ壊すってやってますよ。はい。選挙ハックする能力がすごいって堀江さんおっしゃってます。選挙ハックやばかったっすね。ああどうすごいですね。次なんか青汁王子でやるらしくて。え？青汁金だけは持ってるじゃないですか。あ確かになんか一緒に写真撮ってた一人で。で青汁しゃ金だけは持ってるから。 あれれフルーツ青尻自体売れたんですよだから金はいっぱい持ってんだけど金の使い道がないらしくてで今ほらお金配ってたじゃないですかあれだからもう選挙出れないですよ彼なぜなら事前買収行為になっちゃうんでだから無理なんですよなんだけどその N 国に寄付したりとか多分できるらしくてそれを使って都知事選に30人ぐらい候補をあの送って。 ででほらよくあるじゃないですか自民党のポスターとかで候補者の顔がちっちゃく出て安倍晋三とかって書いてあるポスターあるじゃないですか、うん、あの方式で青汁王子ってって、うん、あの東京都の選挙のポスターに青汁王子があふれるっていうプロモーションやるらしいですよ、うんえー、<laughs> した N 国って今後も選挙でかなり躍進してくる可能性が高いすか、ね、俺正直、はい、今年選挙があっても4議席取るって言ってましたよ。 取れると思いますよ、なぜなら、ですよ、うん、これも,もう非常に理論的だから、<laughs> 今、自民党と野党統一候補しかないでしょ、あとたまに幸福実現党がいるんだけど、だけど自民党、昔は共産党もあったんだけど、共産党も野党統一候補になったから、自民党、野党、N 国になるんですよ。 小選挙区のポスター欄3つしかないうちの1つが N 国になるんですよそしたら自民党もな、いやだけど野党はも,、まあ、もっと悪いよなって思う人が N 国に入れるんですよで小選挙区は1人も通らないと思いますよ、うん、だけどだ、ね、比例で通るんですよつまり N 国って書く人が2%はいるわけですよ そうすると、多分近畿、東京、関東、南関東かなとか九州とかで1議席は取ると思うんですよ確かに、ね、近畿が28議席あるとか言っ,ってたかなだったら1議席は硬いですねうん、うん、維新いてもうちは1議席は絶対取りますねって堂々と言ってたんで来年選挙があったらもっと行くって言ってました。へ YouTube, YouTube の収入明かしてたじゃん、今日。月1200万だっ,つっんあ堀江さん超えていですけど。いやで、うん、マツコ・デラックスもなんでマツコ・デラックス攻撃してるかっていうと、うん、あれ全部 AB テストやったんだってだから要は N 国って色物だから<ー>芸能人が叩きやすいわけ文化人っぽい人が。だマツコ・デラックスあとあの爆笑問題の田中さんであとなんだっけあ太田さんか。 うん、太田さん、そして、えー、東国原とかか叩きそうじゃんでみんな叩いてたんだってでそれを全部、なんだ東国原むかつくみたいな動画とか全部作って全部テストしたんだって AB テストしたら圧倒的に数字を持ってたのがマツコ・デラックスだったっへ<ー>だからマツコに集中してマツコの動画ばっかり上げたらめちゃくちゃ再生回数上がりましたって。 うわマスコさんも迷惑ですね。<laughs> <laughs> それは怒るわ。まあそれだけ数字を持ってるところですよね。<laughs> <ー>逆に太田さんはあの大田さんは数字を持ってないっつってディスられてましたけどね。で落ち込んでたって思う。<laughs> んですそういうことなんだ。<laughs> 本当戦略的な方なんですね。めちゃくちゃ戦略的です。<ー>でホリエモンチャンネルに出てホリエモンチャンネル見た人は立花さんのあまりのまともさに舌を巻いてなんか。 なんかすいませんでしたみたいな。コメント欄もめっちゃ多かったですね。めちゃくちゃすごい人だとわかりましたみたいな。見方が180度変わりましたみたいな。これもラクサマーケティングなんですよ。つまり最初がもうすごい低いわけですよ強化が。ちょっといいことしたらドーンって上がるんですよ。堀江さんも似てませんちょっと？いや僕はそれちゃんとごめんなさい。僕は意図してやってない。僕は意図してやってないんですけど。ポレサムアウト印象いいじゃないですか。あ、それは意図してやってる。意図してやってる。はい。うん。 <laughs> はい。立花 <laughs> さんすごかったっすよ。かだからこれから次の総選挙からまともになるらしいですよ。うん、あそうですか。はい。そうか。立花さんとなんか堀江さん組んだらすごいことになりそうですね。でも立花さんは NHK をぶっ壊したらやめるって言ってました。うん、あそ、そこが本当ワインイシューなんですね。いや彼は NHK をぶっ壊せたら。 やめるともうそれだけでいいってことですねうん、うん、青白王子は国税をぶっ壊したらやめると <laughs> あ話分かりやすいですねうん、うん、ありがとうございますお姉さんも検察をぶっ壊してくださいって言われましたはい